お疲れ様です。前回のねセゾンカードはあっという間に案件が埋まって消えてしまったんで、多分申し込めなかった方も多いんじゃないかなと思います。で、今回もねものすごく短い期間だけの募集なんですよ。23日まで神還元って書いてあるでしょ。このエポスカードっていうのは今までも確かにインビテーションがあったんですけども、年会費無料でね、作りっきりですから、これ今回23日までとね、あと1日2日しかないんですけども、最短で4日後にポイントが付与されるんですよ。しかも過去最高の9500ポイント、これはちょっとね作っといてもいいんじゃないかなと思います。まあ久しく私もこういったねクレジットカード作ってなかったんで、まあこういうのを待っていたんですよ。まあやってみましょうか。ポイントゲット9500、はい、そうするとエポスカードの、公式サイトいきます。なんかエポスカードからも2000ポイントもらえるみたいなんで、さっきの9500と足して11500ってことになりますね。うん、なるほどね。まあ申し込みましょうか。ドン。はい、カードのデザインを選択してくださいってことなんで、デザインを選ぶね。まあでもこっちでいいかな、ね、私の場合はね。はい、じゃあ同意して申し込んでいきましょう。うん、あ、なんかカード発行手数料が500円かかるみたいなプランもあるみたいですね。今回は私の場合はそうではないよということですね。はい、このように打ち込んでいけば9500が反映されるということでございます。それでは一旦失礼します。はい、いろいろありましたけども5分ほどで全入力ができました。入力内容を送信しますね。これで一旦申し込みは OK になると思います。はい、申し込み完了しました。で、以下よりお支払い口座をご登録ということで、まあこちらの方もね登録しとかないけんでしょう。じゃあ一旦ちょっと失礼しますね。これは何かというとね、エポスカードなんですけども、これをねインターネットの銀行口座と紐付ける作業が終わったということです。で、私の場合はね SMBC の、ある口座とここを結びつけて自動の引き落としが可能になりました。はい、なるほどね、エポスアプリってのもあるんですね。じゃあここも終わったんで閉じましょう。はい、以上かな。なんか関係ないところが出てきましたけども、以上ですね。はい、エポスカードこれでいいかな。はい、じゃあここをちょっとクリックして見込みの売り上げ見てみましょうか。エポスカードまだ反映されてないのかな。まあ明日の朝になるかもしれません。一応ねエポスカードの申し込みはこれで終わったと思うんですけどね。はい、まあなんとかなったでしょう。はい、以上でございます。